はい、皆さんこんにちは、井口チャンネルです。今日は YouTube チャンネル始めさせていただいてから、実は想像してた以上にですね、たくさんの方に登録とあとコメントもたくさんいただきまして、本当ありがとうございます。このチャンネルを始めさせてもらった趣旨は、やっぱりバスケを愛する仲間を増やしたいっていう思いで始めたので、たくさんコメントいただきましたので、バスケを愛する仲間のコメントは全部紹介します。ということで第1回目の予告編から読み上げさせていただきたいと思いますので、一つずついきますので皆さんよろしくお願いします。はい、まずは予告編のところでコメントを書き込んでいただきました源太郎さん、ありがとうございます。井口さんの解説は一番好きです。楽しみですので、チャンネル登録しました。井口さんなりの番組発信楽しみしています。源太郎さん、ありがとうございます。この井口さんの解説は一番好きですっていうコメント、これ本当心に染みますんで、よかったら2回でも3回でも、このフレーズ書き込んでいただいて、引き続き、チェックお願いします。源太郎さん、ありがとうございました。続きまして、タクさんって私多分存じ上げてるタクさんじゃないかなと思うんですけど、楽しみにしています。タクさん、ありがとうございます。3103、 YouTube チャンネル開設おめでとうございます。ありがとうございます。イルスさんの解説、言葉のチョイスなど大好きです。ありがとうございます。解説などで出てきた井口語録集、名言集などをネタに動画を作ってほしいです。お、遠藤祐介を日本代表に押す回とか、まるまるブースターはこれでご飯何杯もいけますねなど、さまざまな井口語録があり面白いので、3103さん、ありがとうございます。ただ遠藤祐介を日本代表に押す回じゃなくて、遠藤祐介を日本代表に選ばれるまで見守る回が正式な回の名称ですので、これごめんなさい、3103さん、ありがたいんですけど、ちょっと名前だけちょっと、ね、正式名称でお願いします。あと、まるまるブースターこれでご飯何杯もいけますね。これ本当の言葉のチョイスっていうので、まあ、本当あんま考えてなくて、本当にナチュラルに思ってることをただお届けさせていただいたら、こうやって3103みたいに喜んでくださる方が、たまたまいたってことですんで、あんまり作らず、やっぱり選手をいかにやっぱり美味しく、選手たちのプレーをやっぱり丁寧に取り上げていけるように続き頑張りますんで、遠藤祐介選手が日本代表に選ばれるまで見守る会、よろしくお願いします。柴犬さん、ありがとうございます。井口さんの解説めっちゃ好きです。面白いに決まってるのでチャンネル登録しました。柴犬さん、あんまりハードルを上げないでいただいて、細々と丁寧にやっていきますので、引き続き柴犬さん、よろしくお願いします。SM さん、待ってました。大事なところカンペ見すぎなの面白い。今もカンペ読んでますよね。やっぱりゆうさんの声落ち着くし大好きです。楽しい動画を期待しています。ありがとうございます。カンペ見すぎなのは申し訳ないです。ただやっぱりデータ系とか、やっぱ選手のスタッツを触ることが多いので、どうしても見ないといけないところあるっていう言い訳をさせていただいて、ないところはナチュラルでいこうと思いますので、引き続き、温かく見守ってください。SM さん、ありがとうございます。みなこんさん、井口さんの解説大好きです。 YouTube 頑張ってください。楽しみにしています。ありがとうございます。引き続き頑張ります。みなこんさん、引き続き登録お願いします。たけしさん、待ってました。いっちゃん KNB だけでなく YouTube でも見れると。いっちゃん KNB っていうのは富山県でやってる北日本放送さんの番組ですね。こちらでもドラウジーズコーナーやってますので、引き続きチェックお願いします。沖縄バスケチャンネルアウトナンバー、これは沖縄バスケットボール専門誌のアウトナンバーさんですね。編集長いつもお世話になってます。イグちゃん、待ってました。ありがとうございます。沖縄バスケチャンネル、ぜひコラボなんか、いいテーマあったらやりたいと思ってます。お願いします。グルググさん、B リーグで大企業を母体に持たない市民チームは今後どう成長していくべきなのでしょうか。グイッときたね、グルグル。これは大事なテーマですので、オフにきっちりやりたいと思いますね。これは B リーグで大企業を持たない市民チームは今後どう成長していくべきか、グルグさんいただきました。浜田さん、井口さんの解説すごく好きです。どのチームに対しても隔たりなくリスペクトを感じるので、聞いていて嬉しいし楽しいです。これからも応援します。浜田さん、ありがとうございます。浜田さんも同じ、多分俺と一緒に相手のチームにもリスペクトしてるんで、そう言っていただけるんですよね。ありがとうございます。秀明さん、
楽しみにしてますので頑張ってグラージーズ愛期待しています。これも、全身から出てくるグラージーズ愛って、ぜひ体感していただければと思いますので。あ、これフルネームなんで、N さん、ヘルメットの似合う井口さん、 YouTube 解説おめでとうございます。楽しくて分かりやすい解説をお願いします。これほらグラウンズだけじゃなくていろんなチームの人たちがご覧になるチャンネルですので、 N さん感じ取っていただければと思います。フーチンさん、井口さんは Twitter やってらっしゃらないんですか。井口さん Twitter やってないです。いろんなですね、まあ、試合の中継担当させてもらっていると、いろんなこうことを言われます。ズケーンってこう強い言葉もあったりするんで、そのイグさんビビりなんでツイッターはやってないですけど、インスタやってますんで、インスタとこの YouTube チャンネルやってますんで、そちらでぜひコミュニケーション取らせてもらおうと思います。半熟卵さん、今シーズンイグスさんがもうベスト5知りたいです。そして MVP ベスト6マンも教えてほしいです。これ実はバスケットボールキングさんのアンケートでやってて、多分キンキンに出るんじゃないかなと思います。チャンピオンシップに選ばれたチームのベスト5と選ばれてないチームのベスト5を聞かれたのと、あと MVP とベスト6マン賞も今シーズン初めて B リーグさんのアワード賞の投票をやらせてもらったんで、これまたアワード賞終わったあたりでまたやりたいと思います。半熟卵さんありがとうございます。やらせていただきます。スーパーマリオさん、井口さん最高です。スーパーマリオさん、あなたも最高です。 H さん、井口さん頑張ってください、応援します。ありがとうございます。こういうコメントが励みです。 N さん、井口チャンネル嬉しいです。今日のパブリックビューイングの様子を配信してほしいです。現地に行けないのでぜひともお願いします。そうですね、今シーズンは本当会場で、人が集まることがなかなかできなかったんで、そういうのもあってこういう YouTube チャンネル始めた理由でもあると思うんで、ちょっとパブリックビューイングできなかったですけど、また機会見つけて生配信もやりたいと思うんですけど、生配信やるまでにですね、あと、いろんなこの YouTube のルールがあって、再生回数とかいろいろクリアしないといけない、そこ今一生懸命頑張ってますので、よろしくお願いします。スイさん、井口さん最高、ありがとうございます。スイさん、あんたも最高。ひろかこいさん、祝開店おめでとうございます。安全第一、安全よし、ありがとうございます。にゃおてぃさん、先にこっちから見るべきだった、私もバスケを愛しています。井口さん YouTube 頑張ってください。にゃおてぃさん待ってましたよ。これはもうバスケを愛する仲間をこれ増やす番組ですんで、にゃおてぃさんよくチャンネル来ていただきたいと思います。ということで、今日は、皆さんコメントありがとうございます。予告編に、コメントいただいた皆さんちょっと紹介させていただきましたんで、引き続き応援よろしくお願いします。何回も言いますけど、このチャンネルは全国にいるバスケを愛する仲間をコミュニケーションする場ですんで、バスケを愛する仲間ウェルカムです。予告編のコメントありがとうございました。